板橋線は台湾台北市中西区と万華区にある西門駅から日田市板橋区にある府中駅を結ぶ台北都市運の路線。南高線、土壌線と合わせて板南線と呼ばれている。路線のイメージカラーは板南線の藍色。台湾鉄路管理局中関線や台湾高速鉄道と並走している。全長 7.2km。西門駅からは 南高線に、府中駅からは、土壌線にそれぞれ直通運転をしている。2008年5月現在、運行時間は6時24時で、おおむね4分間隔にて運行されている。また23時以降は、運転本数が前減する。時刻表は存在しないが、すべての駅のホーム上と改札周辺に、行き先別に次の列車到着までの残り時間を、 国国と示す案内表示が設けられている。すべて地下駅である。右側通行、第3機場方式、機関ミ4 3 5 m、mm、m ATO 方式、ワンマン運転と、主に欧米の地下鉄を模している。各駅で車椅子に対応したバリアフリー化が進んでいる一方、各駅の改札内には一部に、新聞の自動販売機がある以外、売店や、 自動販売機はなく、ガムや清涼飲料を含めた飲食は法令により、罰金の対象となる。改札内の設備における企業の宣伝広告は、2009年3月、現在解禁されているが、キャンペーンなどに伴って排除され、台北都市運の広告、または公共広告のみとなることがある。携帯電話の電波は、トンネル内を走行中の列車からも十分通話が、 可能なように中継されているが、通話は小声で行ってくださいとの案内が行われる。C321 型電車、C341 型電車がすべて6両編成にてワンマン運転されている。1両の長さは23.5メートル、車両幅は3.2メートル、1編成の乗車定員は1914名ある。ため、列車長は、 日本の JR 在来線の通勤型電車のほぼ7両分、乗車定員では12両分以上に相当する。列車内の企業の宣伝広告も2009年3月、現在解禁されているが、キャンペーンなどに伴って排除され、台北都市運の広告、または公共広告のみとなることがある。ありがとうございます。